ルドルフ・レビは、ユダヤ系のドイツの画家である。表現主義の画家の一人である。現在のポーランドのシチェチンで正統派ユダヤ教徒の家に生まれた。ダンツヒで育ち、大工の見習いになった後、家族の反対にこうして、画家になるために1895年にカールスルーへの美術学校に入学した。1897年に友人となったハンス・プルマンとミュンヘンに移り、 ユンヘン美術院で、ニコラオス技術に学び、1899年からは、ハインリヒクニルの私立美術学校でも学び、ハインリヒフォンツユーゲルラと、野外製作の活動をし、美術家グループ、スターマファクルのメンバーとして活動した。1903年の秋に、パリに移り、パリで活動するドイツ語圏の画家のサークルで活動した。2年後、第3回のサロンドトンヌに出展した。 フォービズムの画家、アンディ・マティスから大きな影響を受けた。1910年以降は、南フランスやチュニジアを旅した。第一次世界大戦中は、ドイツ軍に志願し、アルトワやフランドルで戦い、1915年に、鉄十字章を受訓した。戦後は、写真家で女優の女性と結婚し、ベルリンに住み1922年に、ベルリンの画廊で古典を開いた。 1924年から1926年の間はパリに滞在した。1930年代になってドイツでユダヤ人への迫害が増えてきたためイタリアのラパロに移り弟子のボブがサイナスビサーと過ごした。1935年にスペインのマヨルカ島に移るがスペイン内戦が始まり安全な場所ではなくなりユダヤ人の友人の俳優で 映画監督のエリック・シャレルとニューヨークに移った。レビはアメリカの生活を好まず、ヨーロッパに戻り、クロアチアのドブロブニク、イタリアのイスキア島で絵を売り家族からの支援を受けながら暮らした。第二次世界大戦が始まると、イスキア島の滞在許可が取り消され、シャレルによるアメリカに渡るビザの取得に関する努力は成功しなかった。フィレンツェの友人の家で過ごしていたが、 1943年にドイツ軍がイタリアを占領した後の12月にゲシュタポに逮捕されフィレンツェの刑務所に収監された後アウシュビッツの収容所へ移送される途中で亡くなったとされる。ありがとうございます。